今日のヒロチャンネルショートムービーは一人暮らしの冷蔵庫の中がどうなっているか紹介していきたいと思います。まずもってね、これ結構言われるんですけど、一人暮らしでこれ何リットルかっていうと、これ日立の冷蔵庫なんですけど、これ450リットルぐらいだったかな、入るんです。まあ、その時点で多分ちょっとおかしいのかなっていうのはまあ思うんですけど、自分もね昔住んでたとこは一つだけのこれぐらいのサイズの冷蔵庫使ってたんで、それで十分、まあ、十分じゃなかったけど、450欲しくてでかいの欲しかったのがあったんだけど、まあ、全体見るとこんな感じの、どうなってるかっていうのを紹介していくと思います。ズルン、はい。まあ、ここに入ってんのが、まあ、料理しないから、まあ、最初に言ったけど料理しないから食材とか全く入ってないです。色合わせでしょ、水これ何も入ってないスパークリングでしょ。でここらはもう完全にあれだね、もうあのなんか飲み会とかした時の残りですね。でこう行くと見えない、こっちから見えないんだけど、ソースね、ケチャップでしょ。真空チキンは全く何も入ってなくて、でここに進撃の巨人のねエナジードリンクがあって、でモモの田の天然水があって、ここは飲まないから保存パン保存用だ。何も入ってなくて氷が入ってて、アイスが、アイスもなくなっちゃったんだよね、一つしか買わないといけないね。下にも何も入ってないという感じですね。超もったいないね、ほとんど使ってないです。まあ、あるだけ